木そば箱根店舗の外観箱根そばは、小田急電鉄の駅などを中心に店舗を持つそば、うどんチェーン店。株式会社、小田急レストランシステムが商標を持ち、同じ小田急グループの二郎レストランシステム株式会社及び神奈川中央交通も同盟で店舗を出している。愛称は、箱そば。ブランドの統一及びロゴマーク更新により、現在はロゴマークにも、 名大箱根そば箱そばのようにこの愛称が含まれている。近年は沿線街のエリアにも進出している。ブランドは箱根そば木そば箱根がある。なお、木そば箱根に関しては現在看板のロゴマークを新しい名筆系のデザインへと更新しているが、更新済みの店舗及び改装済み、新規出店の店舗を中心に略称の箱そばを用いた。 名代箱根そば箱そばへと表記が変更されている。なお、小田急レストランシステムのホームページでは本人を含めて全てが箱根そばと案内される。町立、インパル店はとんかつを出す、とんかつ箱根を併設したが、閉店。しかし、後に、代々木上原店で併設された、代々木とんかつ工房の2号店が、閉店した、とんかつ箱根町田店の跡地に開店されている。 ありがとうございます。